どうもこんにちは、ケズトワです。今日の企画をやっていきたいと思います。本日の企画はなんと1週間ベトナムのコンビニ酒生活。ルールは簡単。1週間の間毎晩ベトナムのコンビニに売っているお酒を買ってきて、それを毎日1缶は飲まないといけないというルールにしたいと思います。まさに肝臓いじめの1週間企画ということで、縛り生活第2回目やっていきたいと思います。はい、ではまず1日目のベトナムのコンビニ酒生活1缶目紹介したいと思います。1日目はこちら、バイン、ビアーレッドルビーというお酒ですね。僕の動画でも何回かこのビール出したと思うんですけど、いくつかある中のコンビニ酒の中でもお気に入りの一缶となってます。じゃあ早速ね、ちょっと開けていきましょうか。くぅ、幸せの音。色をね、やっぱ比較したいんでグラスに注いでいきます。これプロくないか、めちゃめちゃいい継ぎ方しよう。色はねちょっと暗め。というわけで今日も一日お疲れ様でした。乾杯。カイン。たまらんっすな。これ爽やかなんですよね。本当に味がマジで飲みやすい。全部これ書いてあるのベトナム語なんですよ。だから多分ベトナムのビールだと思います。アルコールは 4.3% ですね。なんでビールの中でも、まあ、普通ぐらいじゃないですかね。ということで1巻目終了で、また2日目に行きたいと思います。バイバイ。はい、毎日おじさん生活2日目。今日もですね、お酒飲んでいきたいと思います。で、今日のお酒はこちら。めちゃめちゃ青色のお酒。ブルーベリーって書いてますね。色めちゃめちゃ真っ青なんで、どんな味がするのか全然想像がつかないんですけど、飲んでいきたいと思います。今日はね、氷も用意したんで、まあ、こいつをね、バチッと入れていきながら飲みたいと思います。青、バブの色やん。香りめちゃめちゃブルーベリーの匂いする。じゃあ今日はね、お水を飲んでいきたいと思います。じゃあ乾杯。カイン。めっちゃブルーベリーの味する。アルコールは 4.6%。ですね。お酒の味もそんなしなくて、ほとんどジュースみたいな味がしますね。悪くないね。色はバブやけど。はい、飲み終わりました。2日目以上です。また明日。毎日ビール生活3日目。今日のお酒はですね、皆さんお待ちかね、タイガーというビールです。ベトナムに来たらまず最初に飲むであろうビールだと思います。みんな大好きで、かつ安い。これ多分50円ぐらいだと思うんですよね。なんでこれ飲み屋でバカバカ飲んでも会計そんないかないみたいなね。大好きですこのお酒。アルコール度数は 5% となっております。グラスに注いでいきたいと思います。逆に奇跡じゃないこれ。泡とビールの量泡を吸い込むとむせるということがですね、研究結果として最近判明いたしました。はい、というわけでね、こちら今ビールを注ぎました。初日に飲んだビールよりもね、色がちょっと薄く見えるんですよね。アルコールはこっちの方が高いのにね。ということで乾杯。おいしい。うまい。たまりやせんな、これ。ビール最高。タイガー、乾杯。はい。今日の分飲み終わりました。と4日間残り、頑張っていきたいと思います。じゃあまた、明日。毎日、アル中生活、4日目。毎日お酒飲んでると、朝起きた時ね、謎にめっちゃ喉が渇く。脱水症状を起こしてるんじゃないかなって、体に変化が現れ始めました。糖尿病予備軍の僕もお酒飲んでいきたいと思います。今日のお酒はね、こちら。ストロングボー。ダークフルーツ味。アルコールがね、4.5%。ベトナムって、ビールしかないイメージあると思うんですけど、実はこういうチューハイ的なやつもあるから、ビール飲むの飽きたらね、ジュース系もね、まあ飲んでいきたいと思います。コモンでかい。さあ、ロックリーが出ましたよ。飲んでいきたいと思います。色はね、ぶどうジュースみたいな色してます。めちゃめちゃアルコールの匂いしますけど、皆さん今日も乾杯しましょうか。乾杯。うめえ。ちょっと苦い
ファンタグレープみたいな味がします。飲み会とかで女の子がよく頼んでるイメージありますね。男はみんなあのビール飲んでるんですけど、僕この企画始める前思ったんですけど、僕そんなにお酒強くないんですよね。その毎日飲むみたいなことはなかったんですけど、やっぱ習慣って怖いもので、やっぱりこれ続けてるとね、あ、やっぱこの時間に、あ、これ今日飲みたいなって、なんか体がねもう順応してくるんですよね。もう4日目にして。習慣っていい意味でも悪い意味でも怖いですよ。うまいこと言ってますね。今飲み終わりました。4日目はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあまた明日。はい、毎日不健康生活5日目、もうすでにアル中一歩手前と言っても過言じゃないんじゃないでしょうか。アル中初心者の僕がね、今日飲むお酒はこちら、サイゴンビアチーヨ。アルコール何パーセントかっていうと 4.6% ですね。早速飲んでいきましょうか。開封の儀、着メロにしたいですね。おこぼれおるこぼれおる。5日目になってもね、すぐのがうまくならない俺クオリティの注ぎ方です。色はね、この間飲んだやつよりも濃いんじゃない。乾杯。キューン。うまい。全然味違う。やっぱビールごとにね、味って全然違うんですね。前に飲んだ2つのビールよりもね、飲んだ後なんか爽やか、すっきりしてますね。今日の分のお酒飲み終わりました。ということでね、残すところもね、あと2日なんで、最後までね、飲み切ってゴールしたいと思います。ベトナムのコンビニ酒生活6日目、今日のお酒はね、こちらリオ。ベトナムのコンビニに売ってたカクテルなんですけど、色はね、エメラルドグリーンというか緑っぽい色してますね。アルコール度数は 4.2%。はい、今次終わりました。色がねマジで綺麗。どんな味なのか楽しみです。マスカットみたいな匂いしますね。乾杯。キューン。うまい。めっちゃ美味しいわ。ほんまに炭酸ジュース飲んでるみたいな味します。色だけ見たらめちゃめちゃ甘そうな感じだと思ったんですけど、全然甘くなくてほんまに飲みやすいです。飲み終わりました。両方ともね、6日目はこんな感じです。明日でラストなんで、最後飲み切っていきたいと思います。ベトナムのコンビニ酒生活7日目最終日でございます。今日でようやくこの肝臓いじめ1週間終わりを迎えるということでね、私テンション爆上げ中でございましてね、お酒飲んでいきたいと思います。今日のお酒はね、これサンミゲルライト。詳しいことはよくわかんないんですけど、飲んでいきたいと思います。ちなみにアルコール度数は 5% でございます。飲んでいきましょう。最終日のお酒ということでね、私も盛大にね、乾杯をしたいと思います。乾杯。キューン。おいしい。ビールが最高ですよ。はい、ベトナムのコンビニ酒で1週間生活する達成でございます。でね、最終的にどのお酒が一番美味しかったかお話ししたいと思います。今回そのビールだったりとか、まあカクテルだったりとかね、お酒飲んできたんですけれども、一番美味しかったお酒は3日目に飲んだビアサイゴンですね。いつもビール屋さんにあったら、まあテンション上がるビアサイゴンなんですよ。ぜひ一度試していただければと思います。また別の1週間企画とかもね、どんどんやっていきたいと思いますんで、この動画が面白いなと思った方はね、いいねか高評価絶対によろしくお願いできればと思います。今日の動画、また皆さん次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。